こんにちは、谷さんです。谷さんは体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何も持ってない人です。僕にできることは誰にでもできる、そんなチャンネルとなっております。チャンネル登録お願いします。ということで今日はフロントシングルにしたいなって思った理由を話していきたいと思います。今フロントダブルなんですけども、フロントダブルのいいところはから話していきます。まずフロントダブルは、ギアの選択肢の幅が多いっていうことですね。なのですごいこっち22とかついててめっちゃ軽いですね。でもこっちは36かで、後ろのスプロケの刃もめちゃめちゃ大きくなくて、少しは軽量なんですかね。なんか鳥が喧嘩してる、いろんな動物の声が聞こえる。え、猿じゃないよね。はい、すいません、脱線しました。で、まあ、それでもいいんですけど、次デメリット、なんで変えようかなって思った理由は配線ですね。まず5本ケーブルがあって、こう見てもらったら分かる通り、こうすげえガチャガチャしてるんですね。まああんまり今ロードバイクでもケーブル内装とかあってすっきりした見た目がやっぱいいじゃないですか。まずそれ一点と、あとフロントシングルにすると多少なり軽量化するんですよ。まずケーブルが減りますと。ケーブルの重さはまあ 20g ぐらいですかね。とあとフロントディレイラーも外しますと。はい、それもまた軽量化になりますね。でこのギアが今2枚ついてるんですけど、これが1枚になることで、まあ、それも少し軽量化になりますね。で後ろのスプロケットは、ちょっと大きくなるんで重たくなるんですけど、まあトータルで見て少し軽量化されると思います。で、フロントシングルトレックマーリン7にも乗ってるんですけど、フロントシングルで山走るとなんかなんていうのかな、選択肢が多すぎず、まあ、10枚11枚12枚の中で選ぶんで、直感的にこの右のクリックだけでいけるんで、なんかそっちの方が楽なんですよね。僕はフロントダブルが好きな人もいると思いますけど、ロードバイクなんかフロントダブルが主流ですからね。まあまあ高低差もいっぱいあるんで、まあそれはそうですけど、まあ、フロントシングルの方がシンプルで走りやすいなっていうふうに思ってます。あと掃除もしやすいですからね。アマゾンで全て揃えました。スプロケット、前のチェーンリング、あとチェーン、多分それでいけるはずです。あとサイズとか見せてなければいいんですけどね。でちなみに、32丁のフロントシングル、フロントを32にして、後ろは最大46にしたんで、もしかしたらちょっと重いかな、踏み切れないというか上りでしんどいかもしれないですけど、とりあえず試してみます。じゃあこの自転車、次回はフロントシングルに変わってると思います。そんな感じで僕はフロントシングル化します。はい、もし今フロントダブルで悩んでる人の参考になれば幸いです。それでは皆さん、良いフロントシングルライフを。さようなら。